義信、一つ聞いていいか。聡明なレインはこの世界の仕組みに気づいたのか、人形たちに問いかけます。もしかしてお前たちの力があればリミットバーストの力を解放できない元凶サーバーの不足を解消できるんじゃないか。人形たちはケタケタと笑い答えます。いい質問です。それは確かに可能です。お金さえあればですが。なるほど。本当はこんなことに使うはずではなかったんだが。というとレインはコラボのご祝儀を義信と暗鬼に差し出しました。本当に欲しいです。あともう少しだけあれば足ります。何か不動の世界のお宝とか持ってないんですか。あるにはあるが、これはあ、エジーモスです。いいんですか。 3D シーズンにならないと倒せないんじゃないですか。くそ、これで足りるか。これはいいお宝ですね。ここまで聞3D CG になれたならフィーナさんもなれるんじゃない。見たいな。小豚たちは無邪気に問いかけます。え、あ、でもこっちの世界で使えるように変換するにはまたお金とか必要なんだよね。フィーナは義信暗鬼の方を見つめます。あ、もちろん可能です。お金さえあればですが。フィーナの差し出したお宝に狂気乱舞する義信と暗鬼は互いにしか聞こえないように耳打ちします。正直砂漠で結構な儲けが出るです。もしかしてこの調子で集めれば。そんな二人の行動に疑問を抱いたのかレインは問います。おーい、お二人さん、何を話しているんだ。いや、いやいや、何でもありません。いや、本当にすごい。感服いたしました。これだけすごい技術をお持ちならずっと 3D CG になれるのでは。私たちもよくわからないけど、それはできないの。いやいや、無理と言いましたが結局できました。お金と我々の力があればこの世界でできないことはありません。
言語化した家姿、もっと見たくないですか？ 3D になったら、よりセクシーな姿になれますよ。セクシーに？それは本当なの？もちろんです。我々は嘘をつきません。実は私もずっと 3D でいられないことが不思議だったの。 3D になればレインにもっとセクシーな魅力が伝わると思うの。興奮気味にフィーナは所持金のすべてを疑心暗鬼に握らせます。しかしその乱々とした瞳にも臆せず、彼らは極めてドライに接します。あ、惜しい、本当に惜しい、ちょっとだけ足りません。彼らが何を言いたいのか視線で察したレインはため息をつき、懐から最後のお金を渡します。しかしその表情はフィーナが喜ぶならと晴れやかなものでした。お金を握りしめた疑心と暗鬼は小躍りしながら虚空に溶けます。それでは早速 3D モデルなど必要なものを撮影してくるです。ただしシノアリスの世界なので加盟まで少々お時間をいただきます。バカ向こう沈める頃には完成すると思うので、東の山に行って直してきてください。お金をたくさんいただいたことですし、今回はサービスで直接バカ向こうのいる場所まで転送してやります。私にはやるべきことがあるの。俺には叶えたい夢がある。あなたの力を感じる。いけ！俺はもう迷わない。クリムゾーン、飛ぶ！レイン、やったよ！なんだかいつもよりかっこよかった！すごーい！でも、さっきと見た目が違うのはなんでかな？きっとこの世界に来た時に歪みがあったのね。これで俺たちは…しばらくの間、互いが 3D でいられると信じて疑わなかった二人は、夕日が沈みゆく頃、異変に気づきました。残念、あなたたちの願いは叶わなかった。ようやく気づきましたか？これがシノアリスという世界です。どうです？悲しいですか？シノアリスの世界をよく知る者たちは、これが当然の結末だと、この世界の不条理を突きつけました。
しかし、無くなる二人の信仰が天に届いたのでしょうか。空を覆い隠していた雲が割れ、彼女たちを日の光が優しく照らします。そして次第に、あ、見て、レイン。私たちの体、どんどん 3D になっていくよ。コラボだから、さすがに疑心暗鬼も約束を守ってくれたのかも。本当だ、体が変化していく。こんな雑なポリゴンになってしまうなんて、 2D の方が何倍も良かった。はらりとこぼれ落ちる人魚姫の涙、それと同時に天から一通の手紙が舞い降りてきます。お金は我々がいただきました。絶句する一同。どうやら本当の敵が誰か分かったようだな。血がにじむほど握りしめられたレインの拳を見て、少女たちは力強くうなずきました。もう邪魔するなら全部食べちゃうよ。本当の悲しみを教えてあげる。ようやく追いついたぞ。ギシン、アンキ、もうさすがに私も怒ったよ。覚悟してください。ダーリン、これは我々のエイドさんで作り上げたためエコインです。大抵偽物と頼まれているがいいです。どうしたの？なんだか格好が違う？ディストピア。逃げる疑心と暗鬼に向かってフィーナの魔法が炸裂。邪悪な人形たちは一瞬にして塵となりました。そこで人魚姫と小豚たちは気づきます。でも管理者である疑心たちが消えてしまったら、この世界は。大丈夫。レインが笑顔で少女たちに手を伸ばします。もっとまともな俺たちの世界に来ればいい。そしてこの世界に愛想を尽かしたシノアリスの少女たちは次元の狭間をくぐり FFBE の世界へと旅立ちましたとさ。おしまい。欲望は人情の心すら惑わせます。反省は置いといて、果たして彼女たちがくぐった次元の狭間はそこに繋がっていたのでしょうか。 FFBE の世界、それともまた同じ世界、それはまた機会があれば語られるでしょう。いつか必ず、いいえ、あるいは
いいですね。